はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひとりごとです。はい、今日はですね、過去にご紹介したカメラをですね、再びちゃんと回転テーブルで、ご紹介するということで、ご覧いただきたいと思います。はい、今日ご紹介するカメラはペンタックスの ES というカメラです。私ですね、実はですね、このカメラを見て、ペンタックス ES というのはどういうことなのかなと思っていたんですね。で、こちらのカメラの、はい、私が大事にしている、MF 一眼レフ明記体感にですね、このカメラのご紹介でペンタックス ES ってなってるんですね。で、最初私こちらにエレクトロスポットマティックって書いてあるので、この役で ES だと思っていたんです。ですけれども、こちらにですね、書いて細かく書いてあって、ペンタックス ES っていうのはエレクトロニックシャッターの文字を取って、ペンタックス ES ということらしいです。で、ここに書いてあるように、このカメラ世界初の機能を持っているということで、電子シャッター搭載の、世界初開放速攻絞り有線 E 一眼レフということでご紹介されています。はい、こちらのカメラのご紹介をしたいと思います。何でしょう、世界初のですね、機構を持ったカメラだということなんですけども、これ何を言っているかというと、絞り有線のカメラとして世界初だということなんですね。実はですね、シャッタースピード有線ではすでにコニカの FTA ですとか、それから、キヤノンの EXEE、それからペトリの FTEE というカメラがあったらしいんですけども、絞り有線では世界初ということらしいです。しかもこのカメラですね、PK マウントじゃないですね、M42 マウントです。プラクチカマウントで、絞り有線でこのカメラがあるということは、これすごく私多分このカメラ持って初めて、機能を知った時にすごくびっくりしたのが、プラクチカマウントで、絞り有線のカメラだということにすごく驚きました。はい、発売はですね、1971年です。1971年というと、あのカメラと同じ年に発売になったということです。そのカメラは何かというと、ニコンの F2 フォトミックですね、と同じ年に発売になりました。で、翌年1972年にはオリンパスの OM1 が発売になっています。だからちょうどその時期に発売になったペンタックスの世界初のカメラだということですね。はい、今はこちらはですね、SMC タクマ 50mm F1.4、M42 のレンズがついていますけども、このセットが標準セットだということです。で、このセットで、当時発売価格は85,000円、重さはですね、結構あります。重量感あります。933g ということで、非常に堂々としたフォルムをしています。はい、で、このカメラの入手経路ですけれども、まあ、過去動画でもご紹介していますけれども、私が今覚えているのはですね、私がいつも立ち寄るカメラ量産販店のジャンクボックスに最初このカメラだけ置いてあったんですよ。で、シャッター切れないんですね。なので一度は購入を見送ったんですけども、次の時に行ったら、おそらく多分1週間ぐらい経ってから行ったんですけど、まだ置いてあったんですね。で、まあ動かなくてもね、このカメラ初めて見るカメラだったので、珍しいしかっこいいし、ちょっと買ってみようかなと思ったんです。値段は1100円でした。で、たまたまこれがあるんだったら、どっかにね、プラクチカマウントのレンズがあるはずだということで、今度レンズのジャンクの箱をゴソゴソやっていたら、このレンズが出てきたんですね。こちらも1100円だったと思います、おそらく。ということで、セットで2200円ぐらいで購入したんですけども、実際に電池を入れてみました。電池はここにあるんですよ。電池ボックスはここなんです。普通は後ろにあります、裏にありますよね。電池ボックスはここにあって、はい、どんな電池を使っているかちょっとご覧いただこうと思いますけれども、はい、こんな風にキャップが取れて、はい、使っているレンズは、電池は 4LR44 という電池が使われています。で、この電池を入れて、
使ってみたらシャッターも切れますし、それから今お話したように絞り優先で撮影ができました。ちょっと上の部分見ていただくと、まあ、こんな風になってるんですね。ここに、オートマチックと書いてあります。これはオートマチックっていうのは、ペンタックス LX もオートマチックって書いてありますよね。このオートマチックにして、そして絞りを変えてシャッターを押すとですね、シャッタースピードがシャッタースピードが変化するということです。ちょっとやってみますね。まず、はい、絞りを 1.4 にしてみます。で、今こちらからライト当たってるので、おそらく、まあ、結構早く切れるんじゃないかなと思います。はい、はい、こんな感じですね。はい、こんな感じで、シャッタースピードが変化しました。じゃあ絞り 5.6 にします。はい、絞り 5.6 です、ね。はい、ちょっと遅くなりましたよね。はい、で、絞り16でやってみますかね。絞り16までありますので16でやってみます。はい、ちょっと、はい、方向を変えると遅くなったり速くなったりします。ということで、実際に手に取ってみると感動品でした。で、実はですね、このカメラのすごく気に入っているところがあって、これ今ご覧いただいて分かるように、ここ見てください。これ、黒い塗装が剥げたら下真鍮なんですよね。ですのでかなり使い込まれているカメラだったと思うんですけれども、っていうかここはですね、最初私の手にした時には、今見ていただいた剥げていたところって、塗装がね、ボコボコしてたんです。ボコボコしてたっていうか、ちょっと気持ち悪い感じでボコボコしてました。なので、ちょっと軽くですね、ペーパーで、こすったらですね、こんな風に中の真鍮が見えてきたんですけれども、かなり使い込まれたカメラでした。はい、ということで今日はですね、ペンタックスの、まあ、世界初の開放速攻絞り優先 カメラということでご紹介です。で、持った感じはどうかというと、通常のカメラよりもここの部分ですね、一番下の部分だけ大きな感じがします。おそらく、この中にはですね、さまざまな当時の最先端技術が詰め込まれているんじゃないかなと思います。ブラックボディで、かっこいい、しかもここのロゴがですね、アサヒペンタックスっていうのがいいですよね。アサヒペンタックスじゃなくてアサヒペンタックスってなってるところがかっこいいなと思います。あと気に入ってるのがここの巻き上げレバーですけど、これペンタックスの、スポットマティック、SP と同じような形状をしています。非常に巻き上げがしやすい形状で、レトロな、はい、外観もまだまだ持ち合わせています。はい、皆さんももしこういったペンタックスの EX のようなカメラ、ご興味ありますかね。なかなかなこのカメラ玉数がおそらく少ないと思います。なかなか私もあんまり見かける機会もありません。ただ、このカメラはエレクトロスポットマティックって書いてありますけど、確かね、ここに ES2 って書いたカメラがたまにあります。 ES2 のが出会う機会が多いのかな。 ES とか ES2 とか書いてありますよね。このエレクトロスポットマティックって書いてあるよりもそちらの方が多いのかなと思います。はい、今日はですね、はい、こちらの、はい、雑誌を見ながら、私の持っている、まあ、過去のにもご紹介したカメラのご紹介を改めてさせていただきました。これからもですね、もう一つご紹介する、シャッター幕ですね。シャッター幕はどういう風になっているかということでご紹介したいと思います。ちょっとこのヒンジが硬いですね。はい、シャッター幕は布製の、はい、横走りですね。はい、シャッター幕、布製の横走りです。シャッター音は、割と軽やかに軽快な音がします。はい、ペンタックス ES のご紹介でした。これからもさまざまなフィルムカメラをご紹介したいと思います。ぜひチャンネル登録をお願いします。今だからのんびりフィルムカメラのひとりぼとでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。さよなら。